はい、良平です。よろしくお願いします。まずはこちらのじゃんけんをご覧ください。じゃんけんでこの喜び、ヒロトから説明があります。はい、どうもヒロトです。よろしくお願いいたします。本日はご報告があります。ラガーズ、自分と翔平 TV の翔平さん、良平さんが所属しているチームで、関東草野球リーグという大会があります。関東草野球リーグの4部に所属していて、それで決勝トーナメントリーグ戦を勝ち抜いて決勝トーナメントまで来て、準決勝勝てばゾゾマリンなんですけど、準決勝まあ自分は打てなかったんですけど、ラガーズのメンバーがホームラン打ってくれて、まず最初先制して、その後同点に追いつかれたんですけど、まさかのサドンデスのじゃんけんをして、9人ずつじゃんけんするんですけど、まあ、交互に勝って負けて勝って負けてで 4-4 になりました。まあ、5回勝ったら勝ちなんですよ。9-9なんで。まさかのじゃんけんですよ。本当に。最後自分っすよ。マジで。この手に、ゾゾマリンがかかってました。がむしゃらに、じゃ自分がもう最初グーって言った方がやっぱ勝つ勝率は上がると思ってたので、まあ、自分から勢いよく最初はグー、じゃんけんぽいってやりました。そしたら、チョキで、相手パーで勝ちました。これで、ゾゾマリン決まりました。まさかの、ここでゾゾマリンが決まりました。プロスター決定です。いやー、びっくりしました、マジで。勝った時、もう、緊張がほどけて、もう本当にみんなでバイ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 やってて、緊張が解けた瞬間、やっぱなんか疲れがドバーって出てきて、次の試合があったんですよ、連盟の。連盟の試合では、惜しくも6対4で負けてしまって、本当に追い上げモードで、まあ、逆転できなかったっていうところが、まあ、最近ピッチャーをやらせてもらって、連盟の試合では先発やら中継ぎやらやらせてもらって、甘いとこを打たれて、なんかダメ押しのタイムリー打たれたところがやっぱ悔しかったです。まあ、そこの反省点、バッティングが調子が下がってきているので、まあ、そこら辺の修正点もありつつ、動画を見ながら自分で探して、ゾゾマリンでやっぱヒット打ちたいので、鍛えてスイングの決定点とか見つけながら、やっぱ、まあ、動画編集もあるので、まあ、そこら辺兼ねつつやっていきたいなと思います。インスタとかで、まあ、いろんな方とか応援してきてくれたので、いろいろありましたけど、関東草野球リーグと連盟並行してきて、まあ、疲れもドバッと出てきたし、野球は本当楽しいスポーツなので、まあ、勝った負けた関係なく本当にワイワイできたのかなと思います。仕事の残業も兼ねつつなんですけど、腹筋鍛えて足腰鍛えて、やっぱりスイングもガラッと変えていけるように、ラガーズの監督さんも期待してくれてるので、そこら辺も頑張ってやっていきたいと思います。それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。